ね、はい、僕は今ですね、岡山県、常山に来てますね。この常山歴史、この常山城、ここに行きたいと思います。ここは常山城の入り口ですね。ここに登りたいと思います。これでこの常山城っていうのは何で来たかというと、前から僕ずっと来たかった城なんですね。でこの城は毛利軍と織田軍の戦いなんですね。それでこの常山城の城主の上の、高典ですかね、もともとは毛利側だったんですね。それが、まあ、毛利が、要は、浮田家と和睦したわけなんですね。それで、ここの、上野という武将は、要は、浮田家とは、犬猿の仲なんですね。それで、毛利家に裏切られたってことで、反旗を翻して、織田側ですね。織田信長側につくわけなんですね。それで、今度、もともと仲間だった毛利と、上野ですね。それは今度敵になるんですね。ほんで、今度は織田側に着いたんで、毛利軍が、この常山城を包囲して、ここを、ね、城を攻めます。それで、そこの、娘のね、鶴姫、それがですね、まあ、女の女軍34人を率いてね、ここで奮戦するんですね、戦って。それで最後に突撃してし、ね、毛利軍に突撃して、みんな討ち死にするっていう、ね、そのようなお城ですね。よいしょ。そうですね、とてもね、悲しい歴史のあるお城なんです、ここは。前々から行ってみたかったんですけどね。今回やっと行く機会ができました。ピース。ね。そうなんですよね。だから毛利が和睦しちゃったんですよ。浮田直家と。ね。だから、上野家、いわゆる三村家。ここの城主は、浮田家とはすごく仲が悪かったんだけども、ね。そう。和睦しちゃったということで、裏切られた感じになったんですね。それで、織田側に着いたということです。この山はね、結構ハイキングコースになって、もう前にもいるように、こう、登山する方もいらっしゃいますね。さっきから見るとこういう石碑ですね。石じゃない。慰霊碑みたいな、こう、いろんなお地蔵さんとかいっぱいあるんですけど、要はここでも相当な激戦が繰り広げられたと思うんですね。こういうふうに他の登山客の方も、ね、ハイキングする方もいらっしゃいます。まあ、そこそこ、下はあれですよ、舗装されてますんでね。まあ、舗装すごいされてますんで、ね、僕が今まで行った山城、いろんな、ね、築城とか、沢山城とかね、いろんな、険しい、あと、城行ったんですよ。関ヶ原の小早川秀明の陣とか、そんなに比べたら全然いいですね。全然、舗装されてるし、全然 OK です。ね、こんな感じ。なかなか道は綺麗なんですよ。車も、あ、でも1台。そうだな。こういう広いところがあればいいんだけど、ないんで、すれ違いはちょっと厳しいかも。途中なんですけど、今だいたい中盤ぐらいだと思うんですけど、ね、いい景色じゃないですか。ね、それに常山駅かな、その辺かな。おー、いい。ね。こんな感じ。ちょっと暗いか。で、ね、この鶴姫、すごく、最後ね、一人っていうか、女の女軍34名を引き連れて戦ったんですけど、いや、三村家の娘さんですね、鶴姫。それで、まあ、上野家に嫁いだのかな。ね。わ、すごい綺麗。見える。あ、見えないか。そう。
で、ね、上軍34名で突撃ですよ、最後。毛利軍に。多分もうそろそろね、城の本陣に近いんで、多分この辺りでも、相当な激戦が繰り広げられたと思いますね。まあ、車とかだったらね、こういうところがあればいいんですけど、ほとんどないんで、ね、車来たらアウト、どっちかがずっとバックしなきゃダメです。もうちょいですね、本丸っていうか、ね、本陣。ね、こういうのもすごい、おそらく当時の人が削ったのかな、とか。あともう少しですね。よし。はい。底なしの井戸。常山城が600メーターですね。底なし井戸ってのは100キロ先に、あ、100、100メーター先にあるみたいですね。ね。常山城の水の手であり。ここ、ね、ここあるみたいです。もう、お城が、もうすぐです。さあ行きましょう。駐車場があります。ね。あ。今現在地なんで、これは階段登って本丸ですね。これ切腹岩っていうのは、これ切腹したんですね、最後。うん、さあ見ましょう。さあ、登りましょう。よし。よし。相当な激戦だったらしいですね。激戦組だったみたいですね。あ、おか。じゃあ礼していきますわ。よいしょ。お。よいしょ。一応トイレはありますね。山頂に。よいしょ。こんな感じか。よいしょ。こっちかな、こっちか。よし。着きましたね。うん。じゃあ休憩しましょうか。常山城軍が戦った城として知られてるね。1575年にね。うん、よし。で、毛利軍がここの、ここは二の丸のかな。で、迫ったんですね、毛利くんが。その時に34名の女性たちは、まあ、突撃したんですね。で、次第に撃ち取られたと。で、鶴姫はこの上の本丸に行って、まあ、自身したって書いてあるんですね。じゃ最後、ここ、本丸行ってみましょうか。ね、着きましたと。本丸、ここは城があったのか。ここで、鶴姫は、自害したということですね。城主、上野高典。高典って多分読むと思うんですけど。うん、ね、はい。ここですね。城主上野。切腹した腹切り岩。これ城主が切腹された場所ですかね。はい。この地で、巨軍が突撃したわけですよ。よし。登ってみましょうか、これ。よいしょ。よいしょ。お、まだ登れる。わす。見てください。すげえ。なんだ。え、どれ？これ、瀬戸大橋ってどれだ？あれかな？あれ？すごい、パノラマですよ、パノラマ。うわ、こっちはちょっとわかんないか。よし、着きました。頂上の頂上です。多分、後ろがね、あ、じゃあ、あれが瀬戸内かかな？わかんないけど、ちょっと。多分、電車が通るから向こう岡山なのかな？
ちょっとわかんないですね。こっちが香川とかかもしれないです。ちょっと、ね、わかんないですね。でも綺麗。わぁ、素晴らしい。おぉ。ね、そこが原切岩ですね。ここが、戦国この城主の方の慰霊塔があります。さあ、行きましょうか。じゃあ、ここから一番てっぺんから下まで、ね、入りたいと思います。最後に見てください、皆さん。よし。仙人岩ってありますね。やっぱ、常山合戦の時、白方の退路を遮断するために、兵仙人を配置したんだって、ここに。へぇー。逃げれないようにしたんだね、ここね。今、下山してます。ね、今ね、多分11時、ちょっと過ぎなんですよね。お昼どうしようかな。明石焼き食べますか？明石。明石焼きうまかったんだよね。どうしようかな。ピース。一応歩くとこういうね、お地蔵さんというか、こういう石碑が、至るところにあるんですよね。やっぱり供養ですね。これ亡くなった方の。ね。今ね、下山してきましたね。よし。運賃表でお確かめください。イコカをご利用のお客様は